します。ショートにはしないんですか。はい。なぜなら。なぜなら。今回も5ヶ月ないじゃん。はい、5ヶ月ぶり。5ヶ月ぶりで。うん、全然今日朝またやって、うん、スタイリングして、うん、あ、切らなくてもよかったかもしれないとまた後悔してきた。いい感じですもんね、今ね。そう、今は今でいい感じなんだけども、はい、暑苦しいじゃん。あ、はいはいはい、うん、夏ですしね。あとは。まだ前回切りっぱなしには長さが足りてないから次どっちにするか決めようって言ってたから、最近キャップを買いまくっちゃってるからショートじゃないな。あ、襟がちょっと出た方がおしゃれですもんね。で、やっぱり内巻きよりはストレートの感じがいいからコンパクトで、ショートではないけども、伸びたらまた言い分けるみたいな。じゃあ短くはしたいってことですね。ボブね。短めのボブって感じですよね。だからまたいつも通りな感じで、結構これ以上いったらショートですよみたいな感じで、うまく切りっぱなししてもらいたい。そうしましょう。じゃあ、限界のボブってことですね。限界短いボブってことですね。で、また、今5月でしょ、で、夏入る、多分また追くのが9とか10ぐらいになっちゃうから、そうすると、これがそのまま伸びていくから扱いやすいかなって思って。そうですね。次、そうですね。4、5ヶ月持つ。カラーリングが全然伸びても大丈夫じゃん。もう無敵だから。無敵です。そう、ということで、カットは希望はそんな感じで、あとはおしゃれにしてほしい。そうしましょう。うん、限界切りボブで、あとはおしゃれにしてほしい。します。おしゃれにします。じゃあまたハイライトをぶち抜いちゃって、でコントラストハイライトで、それはいつも通りで任せます。任されます。はい、もう前回、ちょっと頑張って多く入れて、問題なかったから。あ、じゃあもうお仕事的にも OK ですね。はい、多分バイヤージュ行かない限りは大丈夫だと思います。かしこまりました。じゃあまたぶち抜いちゃいますね。はい、あれですか、最初濃い方がいい。いつもの次元爆弾しといてください。じゃあ次元式でいきましょうか。最初おとなしめで、だんだん出てくる感じなんだけど、ぶち抜いちゃいます。途中でも自分でシャンプーも入れてるから、遊んでます。そうしましょう。かしこまりました。じゃあ残留しない系でしっかり抜ける、その、しっかり明度は上がってくるけど最初はおとなしめな感じの調合でいきましょうか。はい、で、体色が綺麗なのって、前回入れた青系か、あとラベンダーが体色白っぽく落ちてくるんで、綺麗なんですけど、じゃあ前回ブルーしてからラベンダーにしよう。そうしましょう。そっち系で。じゃあ今回はラベンダー系で濃いめに。はい、なんで最初はあんま面白くないんですけど、体色がすごい綺麗な感じで。いきますね。最初も十分綺麗だから大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとその感じで、頑張ります。お願いします。お願いします。